死亡広告は、新聞などの情報誌によって、死亡を伝える広告。新聞社などが、独自の判断で著名人の死を掲載する記事は、死亡記事といい、死亡広告に該当しない。通称、奥屋み欄などとも呼ばれる。梅原北名の雑誌、クロテスクの発禁を伝える、パロディ死亡広告死亡広告では通常、ぶっ者の死亡年月日、教年、自宅、葬儀日程、 葬儀場所、模主葬儀委員長が記載される。死亡広告に記載するか否か、どの新聞に記載するかなどは、通常遺族の判断に任される。近年では、遺族の希望に基づいて葬儀者が手続きを代行してくれるケースや、葬儀終了後に載せるケースも少なくない。後者のケースは、個人の意思で親戚のみでの家族葬、密葬を行い、部外者の供物、喧嘩。 公伝を辞退する胸の広告になることが多い。日本において最初に死亡広告が掲載されたのは1873年1月14日の日清新寺市市場における外務省有上野慶藩の父の死亡広告。通常全国紙や地方紙ブロック紙では希望者のみではあるが毎日多くの死亡広告が載せられている。通常、 親戚の死亡は死亡広告と電話で知らせるのが原則であるが、沖縄県では一般人でも電話では知らせず、地元市に死亡広告を出し親族に見つけてもらうのが通例である。よって葬儀には園籍も参列し、証拠は1時間では終わらない。沖縄県民は毎朝自分が参列しなければならないような葬儀がないか、地元市で確認するようにしている。米国にも、 地域の新聞などに死亡広告を出す習慣がある。死亡広告には、個人の生命、出身地、住所、死亡日時などが掲載される。葬儀は親族のみで取り行われる場合もあるが、親族以外の参列者も受け付けているときは、死亡広告に、葬儀の場所や、時間も記載される。遺族が喧嘩を受け付けているか否かも死亡広告で、確認できる。 ABCD 文化、週刊、マナー葬式ジャングルシティ2018年12月13日、閲覧、ありがとうございます。